こんにちは、鎌倉日和の田原です。で今回の動画は、鎌倉に住んでみてどうでしたかという動画になります。で今回、隣にいらっしゃるのが、大船ランチガイドのけいこさんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いしますで、大船ランチガイドっていうのは、まあ、大船の生活情報とか、はい、あとお店情報を、ツイッターとかあとホームページとか、あとインスタでも発信されてて、すごいもうフォロワーさんもすごい多くて、もうすごい信頼性があるありがとうございます、はい、ぜひ、まあ、リンク先貼り付けておきますけど、ぜひ見てみてください。で早速なんですけど、まあ、この YouTube チャンネルって鎌倉に引っ越したい人が結構見てるんで、その大船の、まあ、生活情報とか教えていただければと思うんですけど、はい、まず、鎌倉っていうかこの大船に引っ越したのって何年前ぐらいなんですかね。大船に引っ越してきたのはもう結婚する時に引っ越してきたんで、はい、17年ぐらい前になるんです。そうなんですか。はい、それより前は、それより前は実家なんで鎌倉の浄明寺に。あ、鎌倉にいたんですか。はい。あ、そうなんだ。で鎌倉に住んでて、はい、ちょっと、まあ、アパートがあったりとか、あ、はい、少し便利な場所っていうことで、はい、大船に新居を買いました。あ、じゃあもうずっと鎌倉、生まれた時から。生まれた時から鎌倉。あ、そうなんですね。はい、そうなんですよ。で、小学校とかも浄明寺の方。小学校、第二小学校。あ、そうなんですか。あ、一番人数が少ない。あ、そうなんですか。はい。あ、そうなんですね。はい、で、第二。中学校は、私立に行って、鎌倉女学院と、由比ヶ浜のとこにある、中高と鎌倉で。はい、で、そうなんだ。大学は東京に、はい、実家から通うっていうことで、あ、結局ずっと鎌倉市をうろちょろしてます。あ、そうなんですね。はい。で、17年前に大船。大船の初めは東口の方の、あ、はい、もっと芸術館の先の上楽寺の方のアパートに住んで、はいはい、で1回大阪小学校前あたり、まあ、近くにアパートを変えて、はい、で家を買うタイミングで西口の方に、今植木なんですけど、そうですね、はい、うん、引っ越してきました。あ、そうなんですね。いろんなとこ住んでますね。そう、3軒目かな。で、お子さん、はい、今も3人でしたっけ。そう、男の子3人いて、はい、上から高2、はい、中1、小1っていう、はい、ちょっと年が離れてます。ああ、はい、小1の一番下の男の子は結構ゴミ拾いで一緒に。そうですよね。すごい可愛い。結構ホームページとかにも画像が。そうなんです。よくいつも一緒にお出かけしてるんで。そうですよね。はい。連れ回してます。で、ここに。ここに住んでは12年から。はい。丸12年経って13年目に。どうですか、この、私大船の東口は結構行くんですけど、西口。こっちは来ないですね。まあ、全然来なくて、正直わかんないんですけど。そう、港南とか。あ、港南は行くんですけど。港南ライフが近いんですけど。まあそんぐらいしか言わないですね。そうなんですね。じゃあ住環境としてどうなのかっていう。住環境はやっぱ静かです。今来てみてもらっても分かると思うんですけど。静かすぎますね。そうなんですよ。で、なんだろう、この家を買う時の決め手が、この谷戸っていうか、山に囲まれてるんですけど、実家の方もそういう感じで。ジョミス、そうですよね。うん、そんな、なんか実家に似た雰囲気が、静かな雰囲気が好きで、で、あとこの先がもう行き止まりなんで。あ、そうですか。うんうん。奥に、あれですか？奥に、まあ大きいマンションあるんですけど、割と住人とか、まあ保育園とかあるんですけど、そういう決まった人しか通らないようなところで。で、こっちに越して、でもスーパーまで5分、歩いても5分ぐらい。ここら辺ありました。港南に。あ、港南。あ、歩いて5分。歩いて5分ぐらいなんで、自転車乗れば本当2、3分で行けるんで、はい、もうすごい便利で。確かに便利ですよね。駅でもとも、ここら辺で用が済んでしまうし、静かで落ち着いてるんで、結構住みやすくて気に入ってます。スーパーとかあるんですけど、なんか普通の飲食店とか。飲食店はない。飲食店はほぼないんで。ないっすね。あとはまあ、近くなんですけど、ちょうど長男の同級生のご両親がやってるお蕎麦屋さんが。あ、ありました。そういえば。蕎麦古川っていうのあるんですけど、古川さん。あ、そうなんだ。うちのお蕎麦美味しいんで、お蕎麦屋さんがあったり、あとはまあ、港南の中にくら寿司とココスとかケンタッキーとかあるんで。確かに、ありますね。うんうん。めんどくさい時はそこで住んで、飲みたい時とかは駅まで出るっていう感じで。そう、いつも画像で見るのは、居酒屋とか。そういう。駅の東口の商店街の周辺、ちょっと仕事が、事務所が東口の方にあるんで、そうなんですね。なんで大体お昼はあちらに行ってますね。
なるほど。結構な頻度で投稿されてますもんだって。そうですね、す結構な頻度ですよ。回転の情報がめちゃくちゃキャッチが早くて、はい、どうやってやってんのみたいな。いやもうなんか歩いてると、 あ、潰れたなと思って、次何なんだろうって、もう潰れた時点で閉店するっていう決まった時点で、はいはいはい、次の何かお知らせ出ないかなとか、うろうろしながら、あ、張り紙貼ったりとか、昨日も1個見つけたんですけど、はい、張り紙貼ってあるとかも、そう歩いたついでに、そう大船網羅してるんですよね。すごい、もううちのもう情報よりも全然、もうこの辺の限られた地域なんですけど、はい、歩いて、うんうん、でコンビニとかは、うんうん、一番近いのだとあれですかね、ローソン、ローソンか、あとこっちの方に、うん、あ、こっちの方にちょっと先にファミリーマートがあるんで、ああそうなんですね、感じです。じゃあ便利ですね、うん、一通り揃うんでね。で、うん、反対側の駅の方に向かう途中にクリエイトとか、あ、いますね、コインランドリーとか、はいはい、あとヤマパっていうスーパーもあるんで、はいはい、結構なんでもここら辺で、そうなんですね、うんうん、不便ではない、不便ではちょっと駅が遠いってだけ、まあ、歩いたらここから歩いて徒歩、一応不動産表記で20分ぐらい、うん、まあでも許容範囲ですよ、ね、うん、健康のためにと思えばっていう、はい、うん、そうですね、一応平坦なんで、はい、そうですね、歩きやすいは歩きやすいんですけど、うんうん、ちょっと子供と一緒に歩くと長いなっていう、はい、商店街に行かずとも、東口の方に行かずとも、うん、ここら辺に駅まで出なくても、うんうん、大体なんでも揃うので、うん、西口もおすすめです、うんうん、はい、西口、西口謎だったんで、意外と関谷の方とかもう全然わかんないですよね。 あっちまで行っちゃうとまたちょっと違いますよね、はい、うん、でここ結構藤沢にもバス出てるんで、あ、確かに、ちょっとまあ時間かかっちゃうんですけど、はい、まあ、時間ある時は、うん、となんか座って、のんびり座って、はい、藤沢まで出たりとかも、はいはい、あ、うん、結構車ないと不便ですか。それ私運転できないんです。車あったけど、車あったけど、ちょっと運転があれなんで、だいたい自転車があればどこでも行けます。そうなんだ。でもここら辺のお母さんとかもみんな結構自転車、はい、車運転する人ももちろんいるけど、うん、結構買い物とかみんな自転車で移動してる人が、あ、ですよね、うん、多いですね、うん、まあ、近くなんでね、確かに必要ないですよね、うんうんうん、夜とか治安とか、あ、夜静かすぎて逆にみたいなないですかね。あ、そんなに静かだけど、まあそんな怖い思いを、真っ暗ってほどでもないんです、うんうん、そんなに怖くはないから、真っ暗な感じではない、街灯とかもちゃんと、うん、あるし、そうですね、あとは駅まで行くとき、そのあんまり大きい道路とか通らず、結構割と小さい、あ、そうなんですか、うんうん、あの主要道路が結構、そう、ローソンのところ、フラワーセンターの前でローソンのところを長く、はい、はいはい、こうなんだろう、そんなに大きくない道なんで、あの辺歩きやすいんで、あ、そうですよね、プールがあるとこですよね、プールがあるとこ、あ、プールとかも、あ、そうですよね、こっちにあります、あ、はい、そうそうそう、じゃあ不便なとこあんま、不便なところそんなにないかな。最初東口に住んでて、はいはい、反対側大船駅の徒歩15分ぐらいの東口のアパートとかに住んでて、はい、家を買いタイミングでこっちに越してきたんですけど、はい、あ、まあなんだろう、小さい子連れて、あの居酒屋とかの前をとか、ゲームセンターの前を通って帰んないで済むから、あ、まあ確かにそれは子さんにとっては安心です、うんうん、安心かな、逆に、うん、まあでもいいところですよね、鎌倉は。そう、出る必要性を感じず、あ、はい、ずっと、うん、僕もまあ鎌倉の正午からなんで、うんうん、まあ一回東京住んだことありますけど、はい、まあやっぱり住みやすいですね、うん、なんだかんだ、なんか出かけようと思ってもいろんなところがあるし、うん、横浜とか東京までもすごい行けるし、うんうん、海とか行きます？海は別にスポーツしないんであ、はい、たまにこう見て、あ、綺麗だなとか、はいはい、でも鎌倉のお店とか結構行きますよね。あ、そうですね、なんかおしゃれなカフェとか好きなんで、あ、はいはい、結構行くの 見ます。あと、うんうん、ラジオやられてるっていうことで、そうなんです、そう、去年1年間は毎週地元応援大船ランチ会ということで、はいはい、大船の飲食店を毎週紹介してたんですけど、うん、今年からは、今年度からは、あの月に1回第2土曜日にちょっとコメンテーターで大船の話題とかをお届けするっていう感じで、そうですね、そう、なんか土曜日の1週目が誰かで、あ、そう、マイトクさんっていう不動産屋さんで、はい、会ってみたいんですよね。あ、そうなんです、まだ会ったことないんで、あ、マイトクさんで、はいはい、第2週が私で、はい、3週目が鎌倉ライフの編集長で、はいはいはい、第4週が地元白湘南のコウさんっていう、はい、こういうなんか地域つながりの人たちをそう、いいですね、あの、ひとみさんと、うん、うん、
恵子さんあったことあるんですけど、はい、そう他の二人会ったことないんで確かに。ぜひぜひえそこで、うん、録画録音でしたっけ、そう言って。それはね、なんか何でもいいよって言われて、あ私はあのまあ、じゃあ行きますって言って、行けるときは、はい、30分ぐらいなんですけど、うん、ラジオブースに行って、あそうです、鎌倉 FM のあの長谷のサテライトスタジオのところで、小松あかりさんっていう、あ、はい、小松さんと一緒におしゃべりしながら、はい、あそうなんですね、はい、そこでなんかおすすめのお店とか、そうです、今月っていうか、あの、はい、こういう話題がありました、ツイッターとかでこういうこと話題になりましたとか、はい、あそこに新しいお店オープンしますよっていう、うん、もうツイッターとかで結構話題になったことを 2,3、うん、個ピックアップして、はい、旬な情報をお届けするっていう感じでやってます、うんうんうん、ぜひ聞いてみてください。はい、お願いします私もあの車を運転するときは鎌倉 FM で話してます鎌倉県か横浜 FM、うんうんうんはい、結構ゆるい感じで好きなんで、はいはい、まあそんなとこですかね。あのおすすめの、はい、あおすすめのお店ちょっと次の動画、あ次の動画先走ってしまった一旦じゃあちょっと終わります、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。